クリエイティブ農場の皆さん、こんにちは。クリエイティブ農場の配信企画、大河ドラマの鎌倉殿の13人編が今日から始まります。イエーイ、よろしくお願いします。いきなりグダグダで申し訳ないんですけども、改めましてこんにちは、私クリエイティブ農場運営のスタジオ88の柿本です。ぜひあのカッキーというあだ名でやっておりますので、カッキーで覚えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、カッキー、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、そして我らがレジェンドの梶原さんでございます。はい、ドラムの梶原でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、はい、みんなが知る梶原さんです。じゃあ、よろしくお願いします。はい、お願いします。ございます。はい、はい、ということで、先日ちょっと予告動画っていうものを上げさせていただいたんですが、梶原さんと共に配信の企画をやっていきたいと思っておりまして、今日は記念すべき第1弾初回ということで、はい、鎌倉殿の13人を一緒に振り返っていこうという企画内容になっております。はいはい、梶原さんもお好きだと伺いました。鎌倉時代のお話が描かれておりまして、まあ、せっかくなのでたくさんお話ししたい、共有したいというところで、今回の企画のお話が始まりました。ただですね、はい、いろんなところでこういった配信番組とかっていうのはあるんですけども、同じようにやっても面白くないだろうということでですね、私がちょっと対談相手に選ばれまして、はい、その理由としては、ちょっと恥ずかしながら学生時代ですね、歴史で日本史ではもう本当に赤点続きの人間で、最低点で16点とか赤点満点で16点とか、すごい本当にすごい頑張っても40何点とかしか取れないぐらい、あの歴史が、はい、苦手だったので、そんな苦手な歴史のことを全くわからないようなこんな人なんですけど、そんな人が見てたら、大河ドラマどう見えるのか、歴史どういうふうに学んでるのかっていうので、ちょっとまずお詳しい梶原さんと全く知らない私とどういう目線の違いがあるのかっていうのもちょっと楽しみながら見ていただければと思いますので、ぜひ楽しみにしてほしいと思います。はい、はい、ということでですね、梶原さんももともと今はすごくお詳しいということなんですけど、もともとはそんなにこう特に歴史がお好きだったっていうことではなかったんですよね。そうですね、なんか普通に学生の頃はね、ほどほどにっていう感じでしたけれども、うん、とある知り合いから、あなた梶原さんですよねつって、うん、梶原姓であるならば鎌倉時代の梶原景時公のお墓参りというか、まあ遺跡巡りですよね、そういうのをちょっと一緒に行きませんみたいに歴史好きの方から誘われて、はい、でそこがきっかけなんですよね。そうなんだ。まあ、自分がね、梶原景時公と血がつながってるかどうかなんてわからないですけれども、うんうん、おそらくつながってない可能性の方が大きいですけれどもけどなんか偶然にもね、同じ名字だっていうので、まあじゃあ行きましょうかみたいな感じで行き出したら、ただこう教科書の中でのそういう人物だったのが、いきなりこうバーンとこうね、生きた人としてある鎌倉時代という時代を生きた人間としてこう映ってきて、でそこからなんか面白くなってというか興味深くなって、景時公に限らず、はい、まあ、鎌倉時代源平の合戦とかね、うん、そこら辺を調べ出したっていう感じですね。まあ、きっかけはそこら辺ですね。確かになんか名前が似てたりとかすると、はい、ちょっと親近感じゃないですけど、ね、興味はね持ちやすいですもんね、うん、そうそう、もう本当にきっかけはその程度のもんでした。ちょっと私も今回ちょっと梶原さんのごきっかけで、これから劇場になれるように頑張りたいと思います、はいはい、お願いいたします。お願いいたします。はい、はい、では本題に入っていきたいと思いますが、うん、今日収録時点では第7回まで放送されていますが、とまずですね、これまでを振り返りながら、私目線でちょっと疑問になった部分とか、うん、まあ、梶原さんが特に気になったポイントっていうのをちょっといろいろお話を伺っていきたいと思っております。はい、今回の大河ドラマの鎌倉殿の13人は、小栗旬さんが演じる北条義時が主人公のお話ということなんですけども、はい、ざっくりどんな感じのお話なんでしょうか。鎌倉時代がね、始まる鎌倉幕府ですよね。それのきっ
きっかけが源頼朝公が建てた洛陽ウグイス、あ、違う違う、いい国、いい国作ろう鎌倉幕府ですね、1192年、まあ諸説あるんでいろいろ多少はずれるんですけれども、うん、から始まった武士の政権ですね。これが江戸幕府が滅びるまでずっと続くわけじゃないですか。まあそれの始まりの始まりのなんか歴史を人間ドラマを交えて話してるっていうことなんですけれども、大きく言ったら源氏が3代で滅びちゃうんですよね。あっという間にね、3代で滅びて、まあその後ろ盾であった北条氏が実権を握っていくんですけれども、その間に鎌倉殿13人と言われるように鎌倉幕府としてみんなでこう坂東武者たちがですね、鎌倉幕府を盛り立てていくんですけれども、まあ結局ですね、北条一族によってそれぞれの御家人、有力豪族がですね、一つ一つ滅ぼされていくっていう、なかなかこうハードな物語なんですけれども、まあそこを一個ずつ人間ドラマとして描いていくんだろうなっていう感じですね。で今第7回までですと、まだ頼朝公が挙兵してすぐのところなんで、関東でまだ平家一族実権を握っているっていうところですよね。うん、今見てる北条義時が挙兵して戦う時もすごいこう手が震えてたりとか、ちょっと弱々しいところが見えてるんですけど、なんかこの人がどうなっていくんだろうみたいな、ちょっとすごいワクワクと楽しみにしています。そうですよね。なんか最初はね、坂東武士たちの世界を作るんだっつってね、みんなでこう仲間で一体になってね、意気揚々とというか、まあ前途多難なんでしょうけれどもね、今から行くぞみたいな、まあちょうどそういうシーンですよね。だけどこれがなんか権力のなんかドロドロしたかなりドロドロしてきますけれどもね、そこら辺のお話になっていくっていうことなんでしょうね。はい、お兄ちゃんが死んでしまうんだと思ってちょっと悲しかった。そうね、ちょっと悲しいよね。はい、そうなんですよ、いろんなドラマがねこれからもありますよ。大河ドラマ今まで見て来てないので、ちゃんと。お、そうなの。そうなんですよ、初めてちゃんと見るというのを頑張りたいと思います。より楽しみですね。そうね、やっぱりなんか今のね頼朝公の、はい、大泉洋さんと、私がまあ印象に残ってるのは、もう何年前かな、もうひょっとしたら40年ぐらい前かもしれないけど、大河ドラマでの頼朝公、石坂浩二さんですね。このなんか全然違う役者さん、タイプの役者さんがやってるなっていう、でまあけどそれに合った三谷さんらしい、え、ここでお笑い入れるのみたいな描き方とかもあるし、あ、それ入れるんなら大泉さんぴったりだよなとかね。例えば北条政子さんにしてもね、前は岩下志麻さんで、もう本当もう凛としてもう意志が強くて、本当極道の女たちみたいな、そういう役者さんだったのが、今回はね小池栄子さんで、まだなんか本当になんかね初々しい娘さんみたいなの演じてて、これがどういう風に北条政子になっていくんだろうなっていうのはね楽しみですよね。スティングのそういうところも面白いですね。そうね、うん、基礎的な部分と言いますか、根本的な部分で理解しきれてない部分があるので、さくらさんに質問したいんですけども、いいですか。はいはいはい、どうぞどうぞ。はい、関係性っていうのがちょっといまいちよく分かっていなくて、矢巻さんと堤信遠さん、なんであの人たちをまず討ち取ったみたいなって理由ってあるんですか。もう分かりやすく言うと、なるほどなんですね。